皆さん動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン青の塔やっていきたいと思います。さてさてさて、こっからなんか新しい雰囲気だっけと、あー右だったー、早速初見殺し。あでもまだいける、まだいける、こういって、はい、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー、おっしゃ、お前ギュンなるのか、オッケー。さあついにね24回で後半戦に差し掛かってきました。そしてこっから、どういうこと。さあもう一回行きますよということで、ここら辺は行って大丈夫で、こっちは多分お宝だったからで、多分あそこの床を踏んじゃうと出てきちゃうと。でこっちどうですか、なんかいきなりドーンってやって多分終わりそうだと思うんですけど、あそこにいるんだね。どうしよう、じゃあこっちに行くしかないんだけど、あー引き寄せたりするのか、そこ行けるね。はい、カモン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 、オッケー、こっち行って、なんでそっち行くの、お前いいの、ありがとうございます。おおすっごい、何それ、やほいレッツゴー。これ多分1マスで行ったら落ちるって感じか、これ、なるほどね。でこっちまっすぐ行ってって、で多分こっちから来るんだよね、オッケー。でこう行ってこう行っていけないような気がするけど、いけんのか、ここは。これはどうやって行くんだろうか、よく見ていこうって書いてあるんだけど、こっから行く道がないぞ。多分これ前行ったら死んじゃうし、でこっち行くのか、あ違うね、どうすればいいんだろうか、おいしょい、どうすればいいんだい、あーなるほどね、そういうことか、むずっ、これ何これ、1,2,3,4 右に2つ、右に2歩、左に OK、 なんとなく OK で、こう言ってで、あなたたちこっちに来てくれなきゃ困りますってちゅうことなんですけども、で、多分左に行くんだよね、OK で、ここで右に2歩、おーイエーイ、大丈夫、まだ慌てる時間じゃない、まだ慌てる時間じゃないんだと自分に言い聞かせて、こう言って、1,2,3,4 多分ここだろう、そうだよね、オッケーオッケー、でこう言って一番端っこ行ってって、あーで最後どうだったっけ、ここよしよし、クリアーなるほどね、こういう仕掛けが分かればもう一瞬ですね、24回、オッケー。じゃあ次のステージ、さあこっから25回、とうとうデンジャー、とうのベテランだろ、俺はとうのベテランだぜ。さあこの次の一発でクリアしてみます、余裕ですからね、私はもうベテランですから。さあいきなりなんでキャラ変わったと思いますけど、さあいて、水神寮鬼が現れた、水を使った攻撃に要注意、楽勝楽勝、こんなやつ俺の敵じゃないね。さあ行くぜ、レディーゴー、まだあった、早かった、レディーゴー、オッケー。さあどんなやつが来ようと俺のこのベテランの腕にはかなわないってことさ。それがヒカキン鬼がお前悪い子っていうのが証明してくれるはずだ。さあこうやって弾も彼に避けてくる、なんだあのスパークで、どっから怪我あった今、当たりそうだ、おい、うわあ、さあなんか変なこと言ってたけども、今のはな、今のは何だったんだろうか、きっと夢だったんだな。さあじゃあこの弾を撃ってくると、あとこのプラズマを気をつける、でこのね、こういう弾を撃ってくる系は近づくとやっぱり最初の範囲が狭くて避けられないっていう事象があるので、それだけは回避したい。で今こっちどんどん進んでるけど、2つ3つは大丈夫なのかな、 OK、 このスキンはだいぶ小さいからやり有利、今回は有利だ。今のところ水神の鬼のやり方が分かんない、あー出てきた、チラッと横上、なんか2つの下からチラッと出てきて、なんかあれと一緒だね、やっぱりさ、こっから巧みに避けてて、いいよ、 OKOK、 今回はだいぶステージが広いからかなりやりやすい、避けやすいよ、 OK、 3つ、さあ水神鬼デンジャーだけど、このまままた行けるかな、大丈夫か、通るときは本当に気をつけたい、よし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 、いいよいいよいいよ、 OK OK、 さあ下見ちなみしてって、君の出番は終わりではない、もう一個、
おうしょ、おい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 、大丈夫大丈夫大丈夫、まだで慌てる時間じゃない、まだ慌てる時間じゃないんだ。さあ行くぞ。さあどんどん下行ってって、あと155秒まだあるからね。大丈夫大丈夫。さあ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 、こっからなんか周りを、うわー、今の当たったか。オッケー、じゃあここのスイッチ、おお、なんでびっくりした、そこ通れるんだ。ということでここはさ、今なんで通れたのか、そこ。さあ今のところやってって、ここ一周する必要ありそうだね。一応ここの弾は気をつければなんとか当たらなさそう。オッケーオッケー、超オッケー。さあここで一回泣き、そしてお前悪い子ということでやってって、大丈夫大丈夫。なんかね、こうやっぱこのね、こういうゲームでの当たり判定はやっぱりちょっとシビアなところがあるので、さあここが危ないよ、こういう時危ない、ここが危ない、そう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 、ここでああやって密になってるところはね、やっぱり、当たり判定がすごくえぐいので、さあやってって、さあなんかここでね、面白い言葉を一言二言入れたらきっと視聴率も伸びるんだろうなって考えつつも、さあここで最後のもう一個だね、あとは下かな、下でもう一個きっとあるだろうか。さあここでサイモンとガーファンクルのデュエットが出てくるかな、それともウッチャンとランちゃんが出てくるだろうか。うまいっていうのがさあ出てくるんだろうけど、おっとここで青霧が出てきたぞ、危ない、ここ当たる、大丈夫、青霧なんか大丈夫、10秒もあるんだから。さあここで、おっとこういうところでね、油断してると本当にペッて当たっちゃうから、おーい、いえ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 、さあガノトトスかよお前は。さあガノトトスのいきなり飛び上がってきて這いずりで突進してくる攻撃、俺は今でもあいつを許さないね。ガノトトス時代はね、そんなに、ね、まあ強いか弱いかって言われたら、まあ中くらいのボス、そうガノトトス自体はね、そんな強いボスじゃないんですけど、まあ、中堅どころとしてね、まあ、そして攻撃力がバカ高いっていう、あと水鉄砲がすごい強いっていうのでやってるんですけども、さあ今回はルートをちょっと変えてみようか。こっちに行ってって先に下のスイッチを押すという戦法で、そうすると最後の方で中盤のスイッチを押すことになり、で、まあ、だいぶ距離的には稼げるのかなという寸法なんですけど、これ当たんないよね、 OK、 よしよしよし、あれちょっとなんか弾の攻撃が激しくなってない、気のせい、なんか何回もやられてそろそろ攻略を分かってきたから、俺本気出しちゃうよみたいな、龍神様、あ水神様か、水神様大丈夫、ちなみになんか青神様とフォルム全然違うけどいいのかい、それデフォルトのなんか化け物のフォルムじゃなくていいの、水神様って。こう言って OKOKOK で、あと2つぐらい、大丈夫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 、安西先生私はまだバスケができます、あーこれやばい、 OK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 、 こういうところがね近くに来ると危ないので、そう安西先生まだバスケ私はできるんです、よし行くぞ、もう一個、あともう一個だなはずなんだけど、これで終わった、あと1個だった、 OK 行ってくぜ。さ4つだから、とりあえず4つを押しに行こう、まずは1つ、自分で数えてないとちょっと分かんなくなっちゃうね、まず1つで2つ目、おっと龍神様の水神様でした、水神像2のポジションでこういう弾の波状攻撃がどうなるかっていうのもすごく関係するので、うわー今これ、それは危ない、これは当たるね、当たる、 OK 一回こうやってって、 OK で2つ、さこっちの射程は短くて、あー危ない、ああって高速移動してるね、やっぱり、あーガノトトスアタックだね、 OK 水神王にお前はこれ今度からガノトトスだ、 OK 命名するのはかなり遅い気もするが、開けてく、これで3つ目、あと1つ、反対側かな、おっとい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 と、さあもう一発来るか、危ない危ない危ない、でこっち側に龍神王、水神王には来ちゃうので、ちょっとここで様子見、さあラスト1つ、よしよし、やばい来た、よし大丈夫大丈夫大丈夫、 OK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 、 4つ目 OK、 あとはビクトリーロードを駆け巡るだけ、さああとこの俺のビクトリーロードを邪魔されるやつは一人ともいない、さあルカは楓が言ったように俺の眠りを妨げる者は何人たりとも許せません、
さあそこでルカワは、車にぶつかって大破させて、そこから、逃げる犯罪者になったわけなんですけども、さあそんなこんなでゴール、よっしゃ。ああ今息全部使った。さあ25回突破、ありがとうございます。オッケー、いいよ、だいぶ後半戦25回までデンジャークリアしたしね。これのポセイドンゲッチュー。さあこの26回のこのね、ものすごいレトロな雰囲気の青鬼って何なんだろうと思いつつ、スキンを変えていきます。さあポセイドン、はい、じゃあ今日の動画はここまで。ようやくね、もう25回行ったので、あとは全速力でクリアしていきたいと思います。もうちょっとね、スムーズにクリアできたら多分、次回か、次ぐらいかな、次回か次々回ぐらいで、クリアできると思うので、皆さん楽しみにしてください。ね、27回もヒャッハーしてますからね。オッケー。じゃあそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。